身長美容、医師学科科生整形外科専門医、身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関するご対応していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのは、身長先生に聞けのこの12番目ですね。超大人気シリーズですけども、皆さんのですね、身長に関する疑問をですね、コメント欄の方に記載いただいて、その中でピックアップして答えていくシリーズになりますので、皆さんもですね、身長に関する疑問がありましたら、ぜひコメント欄の方に記載お願いします。今日も早速答えていきたいと思います。まずはですね、 K さん、薬剤師さんに亜鉛に身長伸ばすのは聞いたことないと言われました。本当なのでしょうか。この質問超いい質問かなと思います。このですね、薬剤師さんのおっしゃることも正しいと思います。亜鉛を飲むと身長が伸びるっていうのは、シンプルに1対1対応で結びつけて考えるのはやはり不適切だと思います。例えばですけども、小児内分泌学会とか、そういったような学会からはサプリメントでは身長伸びないというふうな名言がですね、ホームページにドーンと載ってたりもします。ですので、そういったですね、情報にですね、惑わされて、むやみに飲んだりして、過剰な期待をすると良くないと。ただし、一方で、亜鉛が欠乏した状態において、そういったのを内服することによって、身長伸びたっていうような論文はいくつか出てる。ですので、そういった事実もあると思います。ただしですね、亜鉛はですね、過剰摂取したりすると、オーバードーズ、過剰になりすぎても良くないですので、そういった点は非常に注意が必要になりますので、もしですね、そういったのをチャレンジするのであれば、まず採血して、亜鉛が低いことを確認し、さらに内服を開始し、そしてですね、定期的に採血をフォローアップしていくってことが必要になってまいりますので、その点はね、十分ご注意ください。次ですね、 M さん、長男の姿勢が悪く肩甲骨が開いています。身長に関係しますかってこと。肩甲骨が開いてるっていうのは、おそらくこれがこうなってるってことだよね、多分ね。こうじゃなくてこうなってるってこと。で、例えばなんだけど、当たり前なんだけど、こういう風になってたら、それは身長の伸びに悪いというか、身長をロスしてるっていうような表現になってくると思う。なので、そういったのはですね、猫背バンドってね、 Google で検索するとそういった商品結構出てくるんですね。こういう風に矯正するようなバンドで売ってます。身長の方というですね、うちのクリニックですね、50肩の方ものすごくたくさんいらっしゃるんですけど、そういった方にですね、買っていただくといいんじゃないかというふうなご案内をね、させていただくこともあります。で、2000円ぐらいで買えますので、買っちゃってもいいと思います。次ですね、 E さん、ぶら下がり健康器は効果ありますかってことで、ぶら下がり健康器、こういうやつですね。ぶら下がり健康器って皆さん家庭にありますか？あんまりないんじゃないかなと思うんだけど、どちらかというと僕の親の世代の時とかにものすごく流行ったっていうふうに聞いたような、グッズかな。鉄棒にぶら下がってるようなタイプのものですね。身長伸ばすに効果があるかっていう質問だと思うんだけど、どうだろうって感じかなと思います。ただね、姿勢をね、こう、まっすぐするような作用はあるので、姿勢を矯正するとか、そういった意味ではいいんじゃないでしょうか。次ですね。H さん、19歳2ヶ月です。膝にスースーするような違和感がある時があります。ちなみにこれは小学校高学年くらいから頻繁にあります。今19歳2ヶ月で 167.6 なのですが、これからも身長伸びることはあるでしょうか。膝のスースーするような感じっていうのはね、この表現がものすごく難しいというか、これだけでですね、ちょっと身長が伸びるかどうかを判断するのは限りなく難しいかなと思います。申し訳ないけど、ここからは分かりませんというふうにお答えさせていただく形になります。当然なんですけども、本来であれば身長のですね、記録と採血レントゲンから、最終的に、身長がどういうか伸びるかというのをお伝えするのが正確なんですけども、例えばですね、19歳2ヶ月の方であれば、セルフでですね、身長伸びるかチェックするときはですね、この1年間で何センチ伸びたかっていうのをまず計算するといいと思います。そのさらに前ですね、2年前の1年間で何センチ伸びたかっていうね、計算していただいて、大体ですけども、基本的には2年前の半分の半分ぐらいが次のね、年に身長が伸びますし、昨年1年伸びたの身長の半分ぐらいが今年身長1年間伸びますので、昨年例えば1センチ伸びたのであれば、今年は 0.5 センチが伸びるかもしれません。参考にね、してください。次ですね、ゆうさん、朝の1時間ほどランニングはあまり良くないですかってことなんですけども、良くないですかってことは、この方はしない方がいいというふうにお考えということでしょうか。運動はですね、いいです。なので、してください。で、しかも1時間ってのも結構理にかなってまして、繰り返し私もこの動画でお伝えしてますけども、最初の60分間は有酸素運動ね、すると成長ホルモンがぐーんと分泌されますので、運動していただくのがいいと思います。特に1時間では結構ね、まとまった時間ですので、全然やっていただいていいんじゃないかなと思います。運動前もそうですけど、運動した後にもしっかりですね、タンパク質とかね、有効な成分を取っていただいて、身長伸ばすのに役立ててください。ただね、1時間のランニングで結構辛いかなと思うので、そこまで体力のバランスも見ながらね、計画していただくといいんじゃないでしょうか。次、アイさん、身長伸ばすためにいつも30分トランポリンで飛んでいます。これって効果あるんでしょうか。これもですね、先ほどのランニングの1時間と似てる部分があるんですけども、30分間の運動というふうに捉えられますので、そういった意味だとやっていただいていいと思います。続けてください。トランポリンによるね、これでブインブインブインってね、ジャンプ的な要素がね、身長にとっていいかっていうね、そこもね、疑問になってくると思うんだけど、めちゃくちゃいいというふうに言い切るのはちょっとね、難しいかなと思う。いわゆる
まあバスケットとかをしてジャンプとかの作用が身長伸ばすのにプラスに働くかっていうのはね、明確な論文とかが出たりしてるわけでね、なんとも言えない。だけどまあ少なくともマイナスに働くことはないんじゃないかなと思うので、まあやっていただいてもいいと思います。次ですね、K さん。寝る前にコップ一杯の水を飲むと睡眠の質が良くなると聞いたんですが、これは成長ホルモンの分泌よく働きますか？いい質問ですね、これね。で結論から言うと、飲んでいいと思う。で、なんでかというと、睡眠すると脱水症状になるっていうふうに言われてる。当たり前だけど、例えばですけども、8時間睡眠するとして、8時間ね、寝てる間にね、無遊病って言ってね、ここで水を勝手に知らないで、ね、飲んでる人は横に置いてて、まあそんな人ほとんどいないと思うんだけど、普通はその8時間では全く水分が取れないわけですから、そうすると当然脱水になります。逆に、ね、起きてる時間、8時間全く水飲まないで生活してみてください。結構辛いと思います。なので、まあそういった意味だと、まあ脱水を防ぐっていうのとは、水コップ一杯ね、水飲んでいただくのは睡眠の質の向上につながる可能性があると思います。ですので、いいと思います。なので、ぜひ飲んでください。なので、まあ成長ホルモンが優位に、ね、ぐんぐん分泌されるっていうことをね、証明するのは少し難しいかなと思うんですけど、睡眠の質の向上にいいと思いますので、飲んでいただいて大丈夫と思います。一方で、ガバガバガバって飲みすぎると、今度ね、ちょっとおしっこに行きたくなるのがね、早くなりすぎて、睡眠の時間ね、分断されてしまうと良くないですね。そこのバランスも大事になってまいります。次ね、最後ですね。この方ね、結構長いので、ゆっくりやっていきましょう。C さんってことで、田辺先生、はじめまして。息子の身長について質問があります。父163センチ、母153センチ、11歳6ヶ月128センチ、12歳6ヶ月132センチ、13歳6ヶ月138センチ、15歳0ヶ月 153.8 センチです。12歳11ヶ月の時に低身長の疑いで5日間入院をして検査をしています。検査時点の身長は135センチ、骨年齢は9歳、睾丸の大きさからは春季に入りかけているというふうに判断されたと。成長ホルモンは少ないが出ているため、治療対象にはなりませんでした。中2の4月から中3の7月にかけて10センチ以上伸びていますが、8月頃から伸びが止まり検査に至ります。検査当時、骨年齢が9歳と言われたので、奥手かと思っていましたが、去年の1年で成長のピークを終わってしまったのでしょうか。ヒゲ、陰毛などはまだ入っていないようです。ご教授お願いします。よろしくお願いします。ってことですね。結構、ね、複雑なことがいろいろ書いてあって難しいんだけども、理解していただきたいのは12歳11ヶ月で135センチだったということですね。さらに骨年齢が9歳ということなんですけど、それが、ね、どういう意味を示すかっていうので、まずちょっとこちらの表を使って勉強していただきたいと思います。12歳11ヶ月、まあほとんど13歳0ヶ月の時点で135センチというふうに考えられるんですけども、その場合ですと単純計算でいくと154センチのペースになってまいります。それに対して、まあ今回骨年齢が9歳ってことで、実年齢に対して成長のスピードがですね、まあ4年間も遅れてるっていうような評価になってます。9歳で135センチっていう情報ですね。その例えばですけども、当てはめるとすると、緑色のね、ライン引いてるところになるんですけども、176から178ぐらいのペースになってまいります。なので、まずちょっと最初に言えることは、本当にこれは9歳の判断だったのかなというのはちょっと一つね、疑問点にはなります。まあ少なくともですね、かなり成長遅いということが推定されます。ですので、まあこの時点ですね、その情報から推定される最終身長測ってね、154から176ぐらいの間でしょう。そういったような評価になってます。なのでちょっとまずね、ここのレンジが広すぎるので、少しクエスチョンマークが出てきます。なので実際もうちょっとですね、骨年齢が進んでいたのではないかというふうに私は予想をします。それはちょっとわからないんだけどね。まず一つね。で、それに対して、まあ今回ね、まあ身長が低くて悩んでらっしゃるということで、まあご両親の身長ですね。お父様が163のお母様が153ということで、遺伝身長で計算してみて 164.5 ということで、オレンジ色でラインを引きましたけど、先ほどですね、実はお伝えした154から176のちょうど中間ぐらいになってくるんですね。ってなってくると、意外と、まああながちですね、先ほどお伝えした数値はおかしくないんじゃないかというかですね、まあまあ合ってんじゃないかというような気もしてきます。なので、まあまずそもそもですね、まあ164ぐらいに向かってる遺伝子の中で、いろんな要素が加わって、身長差が出てくるような形なんですけども。で、次のデータとしては、11歳6ヶ月の時点で、まあ大体128センチ。12歳6ヶ月で132センチ。ということで、そのデータを見ると、やはりその時は、ね、154センチペース。一方で、15歳0ヶ月のデータを見てみると、153.8 センチってことで、157から160のペース。まあ大体159のペースか。今回ですね、このデータがわかるのは、11歳6ヶ月と12歳6ヶ月のデータから154のペースにあるわけですけども、15歳の時点ではですね、159のペースに乗ってるってことで、この13歳から15歳の2年間は強烈に身長並みが修正されて、情報移動したってことが推定されます。で、しかもまあ大体なんですけど、そこのね、直線コピーって引いていくと、イメージとしては大体163とか、そういったところに執着するようなペース感かなと思いますので、決して悪いペースではありません。今回ね、これちょっとね、伸び率が落ちてきてるっていうふうなね、表現をされていらっしゃるんですけど、むしろこのデータからは、伸び率として上がってきてる印象になりますので、まあそういった意味だと、この調子でいけば162とかですね、163とか、そういったところが目指せる可能性はあると思います。改めてですね、再度、今の時点
で骨年齢がどうなのかどうかとか採血を見て判定していくとより正確な、ね、ことが言えるんじゃないかなと思います。ちょっとね今回ねこの症例について難しかったかなと思って、ちょっとねなかなか視聴者さんも離脱した人が多いかなって気がするんだけど、少なくともねコアなファンにとっては参考になった症例ではないでしょうか。今後もですね身長に関すること配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。